サメキョウギターチャンネル、今回はボーイ時代の布袋さんの手癖3選ということでお送りしていきたいと思います。手癖って聞くとなんか悪い癖なのかなってね、そう思っちゃうかもしれませんけれども、そうじゃないんです。ギタリスト界隈ではこの手癖っていうのはついついそのフレーズやっちゃうんだよなっていうね、そういうねギタリストの個性といっても過言ではない、そういったものなんですけれども、布袋さんの場合皆さんよくご存知のバッドフィーリング、これね布袋さんご本人も自分の手癖から生まれたそういったフレーズだとおっしゃってました、まあ、こういうものです。他の人が真似しようにも真似できない、そしてちょっとでも聞けばあ、布袋さんだってね、そういうふうに気づけるような個性、これを生み出すのが手癖です。さて今回は今の布袋さんではなくボーイ時代の布袋さんの手癖、そしてそのいろいろあるんですけれども代表的な3つ、私が代表的って思うやつなんですけれども3つ独断と偏見で選びました、これをですね紹介していきます。まず最初に簡単なやつ、手癖1初級編、盛り上がるぜーの前のダブルストップ、これ本当にボーイの曲の中でよく出てきます。どういうものかというとF コードの形、まあ、場所はどこでもいいんですけど F コードの形をして中指だけ残します。で中指残して中指を3フレット上までスライドして、そして同じフレットの位置の1弦を弾きます。こういうやつ、例えばこういうところ、これねサビ前の盛り上がるぜっていうところですよね、ドリーミーのね。あとファニーボーイ、ここ最後のこうですね。それとかベイビーアクション、ここね、ここ最後のところですね。他にもメモリーという曲で今なら、もうここね、もう2回連続で、そして2回連続でやってるってね、よく使うんですよ。でねこれ本当簡単なんですよね、こう中指残してこうするだけなんで、あの初心者の皆さんもねチャレンジできると思います。で本当よく使ってるからあの曲でも使ってるんじゃないっていうのいっぱいあると思うんですよね。ぜひぜひコメント欄にね書き込んでいただければなと思います。では次行ってみましょう。ちょっと難しくなるよ。手癖に中級編、クレイジーフィンガリング、これ私が勝手に名前を付けちゃったんですけれども、まあ、クレイジーな感じで盛り上がるっていうね、そういうフレーズなんですよ。どういうところで使われてるか、例えばここ、ここです、ここです。ね、
これイメージダウンのギターソロですけれども、ちょっとね、狂った感じで、ふーりゃ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 ってね、なるでしょ。ね。で、これ使われている曲、他にもあるんですけど、一番わかりやすいのはプラスチックオーシャン。ね、ここの最初のとこですけどね。これね、これですね。これどうやってるかっていうと、この1,2弦を人差し指で最初押さえて、で3弦のここ一つずれたとこですね。で、2弦3弦のもう一個ずれたとこ、ここを押さえると。こことかはハンマリングで押さえる。こういうね、組み合わせなんですけど、この順番がね、いろいろ変わったりするんですけど、だいたいこの辺を押さえると、ね。こういうやつなんですけど、他にも、Like a Childのギターソロ。もうずっとこれね、出てくるでしょ。これがいっぱい出てくるんですよ。で、最後に至ってはこう、これね、さっきの手癖1ね、この形からスライドしてこう弾く、この形も足されてるんですよね。これ複合技ね、そういうのがあるんですよ。あとラストギクス版のビートスイートの終わり方。こんな感じにね、このこういうね、こういうとこで使われてます。このクレイジーフィンガリング、布袋さんがソロになってからもよく使ってます。例えば、バンビーナのギターソロ。どこで使ってるか見つけてくださいね。使ってたか分かりました？そう、ここ。ここです。ここで使ってます。クレイジーに楽しくなりますよね。こんな感じのね、そういう手癖です。そして3つ目、最後ですね。ちょっと難しくなりますよ。これはギターソロなんかによく出てきます。手癖3。上級編、上がっていってピロ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 ー。この上がっていってピロ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 、こうこんな感じのね、名前がダサいっていいじゃないですか。まあ上がっていってこうピロピロピロってするやつね、これなんですけど、例えばね、Welcome to the Twilight の、エンディングのとこで聞かれます。こういうやつとかね。ね、そういうとこで使われてます。これはもう完全に布袋さんの手癖ですよね。他にもいっぱい聞かれます。Longer Than Forever のギターソロ。
こういうやつとかね、こう、これね、最後のとこね。他にもメモリーのエンディングのギターソロ、こういうとこね、こういうとこで使われてたり、あと最後にピロピロしないんですけれども、ジャスティのギターソロでも出てきます。こうね、こうですね、こういうところですね。で、この手癖フレーズはですね、まあ要するにスケールっていうのがあるんですけど、まあ音階のことなんですが、それを上がっていく、そういう形なんですね。この形は上がっていくんですけど、ただ単に上がるんじゃなくて、上がって下がって上がって下がってみたいなことしてるんですよね。こう下がって上がって下がってみたいなね、こう上がって下がって上がって下がってみたいなねそういうことしてます。で、これね、弾けるようになるためには、こういう練習をしたりするんですよ。こういう練習ね。とか、こういう練習とか、こういう練習ですね。これを、まあ、順序よく指がね、動くようにこう。最初からね、早くするとダメなんですよ、こういうのって。こういう感じでやっていく、そういうのとか、こうなんだけどっていう風に最初ゆっくり弾いて、で、指がね、こうその順番を覚えていくみたいな、そういう練習をするんですよね。大変ね、ギタリストってね。それで結構早いでしょ、これってね。ね、こう早いから、これ頭で考えてこうやってるわけじゃないんですよね。もう手が勝手にそうやって動くみたいな。もうほんと手癖。手癖なんですよね。そういうものです。というわけで、今回はボーイ時代の布袋さんの手癖3つご紹介しました。これね、本当によく使ってらっしゃいます、布袋さん。なので、あ、またこの形来たってね、練習してたらそういうの出てくると思います。ギターを今練習中の皆さんね。で、まあ、ギターね、大好きだけど、まだ練習どうしようかなとかね、思ってる方。ね、ボーイの曲見たと、聞いたときにね、あ、今手癖使ってるとかね、こういうの見つけると、それはそれで面白いかなと思いますんで。やってみてください。そして、そうだよ、曲にも使ってるよ、クレイジーフィンガリングだっけみたいな。上がっていってピロピロも使ってるな、みたいなね。そういうのがあったらね、ぜひぜひコメント欄に書き込んでください。ね、ああ、私も、あ、そうだねってね、なると思いますんで、ぜひぜひ、よろしくお願いします。はい、今回はここまで。この動画が参考になったな、という方は、グッドボタン、そして、こういうね、ギターにまつわるお話をね、しています、チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。皆様のギターライフが素晴らしいものとなりますように。ではまた。サメキョウギターチャンネルメンバーシップ、あなたのもっとギターが上手くなりたいを応援。レベルごとにギターの基礎が学べる動画、そしてオンラインレッスン、ギター仲間との出会いがあなたを待っている。詳細は動画説明欄をチェック。他にも Like a Child のギターソロこれね、上がっていってピロ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 ダサい？ダサいですよね。いや、他にね、いい名前があったらね、いいんですけどね。これ